本日も切り抜き動画のご視聴ありがとうございます。本要約チャンネルの武見です。本日は心理カウンセラールローニさんが書かれた心が疲れない正しい休み方という本の解説動画より、あらゆるネガティブを徹底的に手放す正しい心の休め方という部分をピックアップしてご紹介していきます。さて、日本人は特に勤勉で頑張りすぎてしまう傾向にあります。頑張りすぎて、自分を犠牲にして頑張りすぎて、その結果健康を壊したりメンタル疾患になったり、最悪の場合過労死してしまったりと、とにかく日本人は自分を追い詰めて追い詰めて、休むことなく頑張り続ける傾向にあります。そんな休めない私たちにとって、正しく休むという技術はめちゃくちゃ重要なものであると私は確信しております。ですから、ただ自己流で適当に休むんじゃなく、本書を通してしっかり科学的に正しい休み方を身につけていこうではありませんか。今回の動画では、あらゆるネガティブを徹底的に手放す正しい心の休め方を4つほど紹介しております。具体的には次の4つです。1、心の中に目を向ける感情ラベリング。2、モヤモヤをすぐに捨てるネガティブダストビン。3、暗い気分が上昇するエクスプレッシブライティング。4、話せば分かり合えるという幻想を消す。ぜひこれらの方法の中で気に入ったものをまずは一つチョイスしてやってみてください。それだけであなたの心は確実に休まっていくでしょう。日頃頑張り続けているあなたの心をぜひ一度しっかり時間をとって休めてあげてください。そしてまた再び歩き出せばいいんです。これはとても重要な知識だと思うので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは切り抜き動画スタートです。あらゆるネガティブを徹底的に手放す正しい心の休め方について解説していきたいと思います。さて、ここからは具体的な正しい休み方を皆さんにガンガンご紹介していきたいと思います。まずは正しい心の休め方から一緒に見ていきましょう。嫌な感情、しんどい人間関係、身に降りかかる様々なストレスといったネガティブなものによって、私たち現代人の心は今疲れ果てております。ですので、まずはこういったネガティブなものをしっかりと手放すことで、あなたの心を休めていきましょう。心の疲れというのは、体の疲れや体の病気とは違って目で見て分かりにくいです。もし骨折したら歩けませんから、一時的に休む必要があるというのは一目でわかりますが、休みが必要なほどあなたの心が疲れ切っていたとしても、なかなか心の疲れというのは気づかずに見逃されてしまうケースがあるんです。ですから、まず休んだ方がいい限界サインを紹介しておきましょう。次のようなサインがある人は休憩をとってください。休んだ方がいい限界サイン1、眠れない、朝早く目覚める。2、どか食いする、または食欲がない。3、やる気が出ない。さて、いかがでしょうか。こういったサインが今ある人は、これから紹介する正しい心の休め方を実践して、今すぐあなたの心を休めてあげてください。ではここから具体的に正しい心の休め方を4つほど紹介していきたいと思います。それは次の4つです。正しい心の休め方1、心の中に目を向ける感情ラベリング。2、モヤモヤをすぐに捨てるネガティブダストビン。3、暗い気持ちが上昇するエクスプレッシブライティング。4、話せば分かり合えるという幻想を消す。ではそれぞれ一つずつ取り上げて、サクサクと分かりやすく解説していきましょう。まずは一つ目の正しい心の休め方、心の中に目を向ける感情ラベリングから解説をしていきます。さて、この感情ラベリングというのは、嫌な感情にラベリングをすることで、あなたの心の中に目を向けるという方法になります。私たちの心の中には日々いろんな感情が浮かんでくるんですが、心の疲れを取るファーストステップは、自分の中にどんな感情が出てきているのかを正しく知ることなんです。そのためには自分の心の中を客観的に見つめることが有効です。私たちは普段生活している中で、様々な感情が心の中に浮かんでいるんですが、自分の中にどんな感情が生まれているのかを上手に言葉にできない人も多いかと思います。自分の心の中は目に見えませんので、今私の心の中でイライラした気持ちが生まれているんだなみたいに綺麗に言語化して認識できないのも無理はありません。ですが、言葉にできないと自分の気持ちを整理できず、心の疲れを取りづらくなってしまうんです。今自分は
イライラしているということが言葉にできないと、なんで自分はイライラしているのかという原因に目を向けることができません。イライラの原因に目を向けられなければ、当然イライラを取り除くことも難しくなってしまう。ですからまず自分の中にどんな感情が生まれているのかに気づくために、自分の心の中を観察することが重要なんです。じっくりと観察していると、ああ私は今イライラしているなとか、私は今不安になっているなといった気づきがあるはずです。そしたら自分の感情に名前をつけてみましょう。名前の付け方は直感で OK です。例えば気持ちがモヤっとしているならばモヤモヤ、何かにムカついているのならばムカムカなどで OK です。こうやって感情を言語化して名前をつけていく作業である感情ラベリングを行うと、自分の感情に変化が起きた時に、ああまたムカムカが出てきたなと気づきやすくなるんです。ぜひ自分の感情に名前をつけて、自分の心の中で今どんな感情が湧き起こっているのかを把握する訓練をしてください。それが心の疲れを取るための第一歩であります。それでは次、2つ目の正しい心の休め方、モヤモヤをすぐに捨てるネガティブダストビンについて解説していきたいと思います。さて、先ほど感情ラベリングによって感情に名前をつけてもらいました。そんな時、自分の中に湧き起こったモヤモヤ、イライラ、ムカムカといったネガティブな感情に気づくことが結構あるでしょう。そんな時ずっとモヤモヤしているのは辛いと思いますから、そんな人にはネガティブダストビンという一人でできるストレス解消法がおすすめです。このネガティブダストビンは名前はちょっといかついですが、やり方は超簡単です。まず紙とペンを用意し、自分のネガティブな考えを3分ほど書き続けてください。そして3分書いたら、その紙をビリビリに破いてゴミ箱に捨てる。たったこれだけで OK なんです。このように言うと、いやいやそんな簡単すぎる方法で効果あるんですかと思う人いるかもしれませんが、実際に研究によってこのネガティブダストビンをやればネガティブ思考から来るストレスが和らいだという結果が出ているんです。ではなぜネガティブダストビンをやればストレスが和らぐのか。それは、人は考えや感情を紙に書き出すと、それが実体のあるものになったかのように思い込むからなんです。そして考えを書いた紙を破り捨てることで、実際にその考えがゴミとして捨てられたかのように脳が捉えてくれるからなんです。これはね、紙とペンさえあればどこでもできますし、これぐらい簡単な方法ならばたとえ心が弱っている時でも実行できると思いますから、ぜひちょっとした隙間時間などに行ってみてください。それでは次、3つ目の正しい心の休め方、暗い気分が上昇するエクスプレッシブライティングについて解説していきたいと思います。さて、日常生活の中でネガティブな気分になってしまった時におすすめなのがエクスプレッシブライティングであります。これは自分に起きた出来事とその時感じた気持ちや頭に浮かんだ考えをそのまま紙に書き出すという方法になります。やり方はとてもシンプルで、嫌なことや不安なことがあったら紙とペンを用意し、20分ぐらい出来事や気持ちをありのままにずっと書き綴っていく。ただそれだけで OK なんです。20分がちょっと長くて厳しいならもう少し短い時間でも OK です。そして内容はね、とにかく思いついたことを書いていけば OK です。例えば、また上司から仕事中に怒鳴られた腹が立つとか、来週知り合いの紹介で男の人と会うが、どんな人が来るか不安だ、優しいといいな、などなど、そんな感じでとにかく思いついたことをそのまま書いていけば OK です。これを4日ぐらい続けると効果が現れやすいと言われています。誰も見ていませんから、内容はね、赤裸々に誰の目も気にすることなくぶっちゃけて書いて OK です。皆さんもモヤモヤした気持ちを誰かに話したり、悩みを打ち明けると心がすっきり軽くなったという経験したことあるでしょう。それと同じで、エクスプレッシブライティングをやればまるで誰かに相談したかのような効果が得られ、すっきり心が軽くなります。また
心の中や頭の中にあった感情をすべて外に吐き出すことができ、頭の中でずっとぐるぐる考え続けていた悩み事を外に吐き出すことができるため、ストレスを発散することができます。悩み事や心配事というのは頭だけで考えるんじゃなくて吐き出すことによって楽になりやすいですから、ぜひ頭がモヤモヤした時などに行ってみてほしいです。それでは次、4つ目の正しい心の休め方、話せば分かり合えるという幻想を消すについて解説していきたいと思います。さてお次はね、ちょっと人間関係について触れていきたいと思います。人間関係の悩みも私たちの心を疲れさせる大きな原因ですよね。人間関係の疲れを取るために私たちはどういったことを意識すればいいのでしょうか。特におすすめなのは話せば分かり合えるという幻想を消すことです。世の中にはいろんな考え方をする人がいて、普通の感覚ではちょっと理解しがたいようなものの考え方、捉え方をする人がいます。それは例えばモンスターと言われる人であったり、サイコパスと呼ばれる人だったりします。優しい人ほどそういう人ともなんとか分かり合おうと頑張ったりしますよね。しかし結局いくら話し合っても分かり合えないことが多いですから、結局心がぐったりと疲れてしまうんです。ですから誰とでも話せば分かり合えるというのは幻想なんだと認識して、そういった考え方は捨ててしまいましょう。はっきり言ってしまえば世の中には分かり合えない人間もいるんです。世の中には分かり合えない人間もいるから、まあ仕方ないかと考えることができれば人間関係の悩みもだいぶなくなることでしょう。例えば世の中には人と話していて意見の食い違いが出た時に自分に敵意を向けられたと感じてしまう人がいます。こういう人は敵意帰属バイアスという他人の言葉や振る舞いに悪意があるように感じる考え方の癖や偏りを持っております。例えばあなたが会社の会議で同僚が作った資料について質問したとしましょう。普通の人ならば自分の資料が分かりにくかったなと思って説明し直しますよね。でも敵意帰属バイアスを持っている人は自分を無能だと責めようとしているといった風にこちらが悪意を持っていると解釈してしまいます。そうすると何ですか、上司から指示された通りにしたんですけどなどと自分は悪くないと言わんばかりに攻撃的な口調で返答してきたりするんです。あなたにはそんなつもりなくてもこの人は自分を攻撃しようとしていると感じてしまうからです。敵意帰属バイアスを持っている人とこじれてしまったらいくらこっちが説得して納得してもらおうとしてもうまくいきません。なぜなら話がこじれる理由は大抵がこちらの説明不足でも相手の理解力不足でもなく、何を言っても攻撃されたと被害者的に解釈されてしまうからなんです。つまりこういう人とはいくら話し合っても分かり合うことができず、こちらが疲弊するだけになります。ですからこういった敵意帰属バイアスを持っている人とは距離を取り、なるべく関わり合わないようにするのがベストです。世の中には分かり合おうとしても無理な人がいるんです。まずはその前提を知っておきましょう。また敵意帰属バイアスを持っている人に加えて愚痴ばかり言っている人とも付き合うのをやめていただきたいと思います。皆さんの周りにもいつもあいつ愚痴ばっか言ってるなという人いますよね。ですが聞き役からすれば相手のネガティブな気持ちをいつもぶつけられていればエネルギーを消費して疲れてしまうんです。なぜ私たちが愚痴を聞くと疲れてしまうのかといえば、脳の中にミラーニューロンという神経細胞があるからです。ミラーニューロンには一緒にいる相手の感情を読み取って自分も相手と似た感情になるという性質があるんです。ですから愚痴が多い人と一緒にいるとミラーニューロンが相手のネガティブな感情を読み取ってしまい、自分にもネガティブな感情が出てくるので不快な思いをしやすいというわけです。実際研究では人が怒っていたり不安な気持ちになっていることを言葉や態度で表している人を見ると自分もその人と同じ気持ちになりやすいということが分かっています。ですから愚痴をよく言う人と二人きりになる機会をなるべく減らすところから始めてみましょう。また職場などでグループができると悪口大会が開催されることもありますよね。こういった会にも
一切関わらないようにするのがベストです。とは言ってもグループからのけものにされるのが怖いよという人もいるでしょう。そんな人は自分自身だけは悪口を言わないということを徹底しましょう。そうすれば悪口大会の中にいてもあまりストレスをため込まないで済みます。つまりあなたは愚痴や悪口を言う人と極力関わらないようにする。そしてあなた自身も愚痴や悪口を言わないようにするということを意識してほしいんです。それではこの辺で2限の内容をまとめておきましょう。ポイント1、寝れない、朝早く目覚める、ドカ食いする、または食欲がない、やる気が出ない、こういった限界サインが現れている人は今すぐ心を休めよう。嫌な感情、しんどい人間関係、身に降りかかる様々なストレスといったネガティブなものによって私たち現代人の心は疲れ果てているので、こういったネガティブなものをしっかりと手放すことによってあなたの心を休めていこう。ポイント2、2限では正しい心の休め方を4つ紹介しました。1つ目は心の中に目を向ける感情ラベリング、2つ目はモヤモヤをすぐに捨てるネガティブダストビン、3つ目は暗い気分が上昇するエクスプレッシブライティング、4つ目は話せば分かり合えるという幻想を消すことでした。さて切り抜き動画いかがでしたでしょうか。続きが気になるよという方は概要欄に続きの本編の動画のリンクを入れておきますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。本日はご清聴ありがとうございました。